次に安倍水政議員に質問、発言を許します。安倍水政議員、まず議案第44号第3の取得について、先ほどから何人かしらの人たちが質問しているので、概要は聞かなくていいです。で、佐藤部長、先ほど原田議員の、質問に、9億6000万円を出して作るこの ICT ビルはこういう財産だって言いましたか。確認です。観光商工部長。先ほどもご答弁申し上げたと思いますが、今回取得する財産につきましては、行政財産の公用財産ということで取得することで、取得する考えでございます。安倍水政議員。行政財産のうちの公用財産という位置づけだと。この公用財産という位置づけは、定義はどのようなものになるのか。例えばですね、公が、市が主体性を持つのか持たないのか、これはどうでしょうか。観光商工部長。今回取得する目的ということで、この建物につきましては、市の産業振興という行政目的を達成するために取得するということでございまして、公用財産というような位置づけで取得をするということでございます。はい、はい、はい、議事進行どうぞ。公用財産だというのは聞いた。で、その公用財産というのは市が主体性を持ちうる財産なのかどうなのか、主体性というのはどういうことか、もう少し詳しく言うと、市の発議で売却がする、閉鎖する、譲渡する、その他ということは、市が運営したり管理したりできる、これが主体性を持つということだけれども、そういうものに当たるのかどうなのか、公用財産というのはどういうものなんだというふうに聞いたの。的確に答えて。総務部長。公用財産の定義でございますが、公用財産とは市が事業のように供するために保有する財産でございます。で、今ほどございました、事業の例えば施設の廃止とか、売買とかいうご指摘、お正しございましたが、それは施設の所有関係によってそれぞれ異なってくるというところでございます。安倍水政議員。全くよく分かんない、よっとく分かんない、主体性を持つのか持たないのか、主体性の中には今言った4つか5つの問題点を指摘しましたけど、こういう権限を要するのか要さないのか。総務部長。ちょっと確認させていただきたいんですが、公用財産の定義としてのお正しなのか、今回の ICT オフィスビルとしてそういったことができるのかどうか、その辺と教えていただければと思います。はい、今言ったでしょ、公用財産は、これは ICT ビルに適用した言葉なんですよ。自治法にはないけども、こういう所有の形態は目当たらないけども、市でも初めてだと。だけども、どういうふうに位置づけるかとしたらば、公用財産だと、こう言ったんだよね。だから公用財産っていうのは、市に主体性があるのかねえのかっていう話を聞いたの、ね、これ、一体でしょう、何も分離する必要ないでしょうが。総務部長。大変申し訳ございませんが、市が持つのは財産は土地、建物は公有財産という分類になります。で、公有財産のうち、これを行政財産と普通財産に分かれるわけでございますが、行政財産のうち、公共のように供するものが公共用財産、これ、例えば市民の利用に供するもの、で、市が事業に供するものが公用財産ということで、財産分類上の仕分けでございます。で、今ほどお正しいのは、今回、ただいま、公有財産として、持ち分を取得する ICT オフィスビルに関して、
市がどういった権限を有するのかというお達しかと存じますが、それでよろしいでしょうか。安倍水政さんになかなか話進まないんだけど、要するに財産を取得しているってものはね、その財産に対する権限を有するわけですよ。権限を有するとしたらば、売買も閉鎖も譲渡もみんなね、それができるっていうことになるんだと、権限として。だからそれをちゃんと明確にしろって言ってるんだ。総務部長、今回の IC 投資ビルの取得につきましては持ち分の取得になりますので、共有ということになります。共有につきましては、例えば、売買におきましては共有者全員の合意が必要になりますので、その共有の性質に基づいて管理をするということでございます。さらにこの件に、ICとオフィスビルに関しましては事業契約を結んで、その中で、さらに取り決めを決めてございます。例えば共有であれば維持管理というのは共有者全員で行うわけでございますけれども、今回につきましては民間事業者の責任、経費負担でもって維持管理をしていただくと、そういった内容を事業契約において定めているものでございます。安倍水政議員。そうすると言葉を使い分けてるけど、公有財産は共有財産でもあるんだと。で、共有財産だから一人では決められないと、こういうことだよね。つまり一人では主体性を持たないと。会津若松市はこれに売買や何かについては話し合いをしないと何も決められないんだと、こういうことでいいですか。総務部長。そもそもの話になってしまうんですが、今回の ICT オフィスビルにかかる事業スキームをお考えいただきたいと思います。今回の事業は官民連携事業でございます。で、民間事業者に、ビルを整備していただく、そして運営管理、ICT 企業の入居と、そして、部屋の賃貸ということを民間事業者の責任と裁量とでやっていただくという事業でございます。一方、市の役割といたしましては、その民間事業者の整備に対して支援を行うということであります。で、支援につきましては、金銭的支援が主なものになってくるわけでございますけれども、通常、これは補助金という形で行われますが、今回、国の交付金というものを使うということになったのは、ご案内のとおりでございますが、この交付金の活用において、市が財産を取得する必要があったのため、今回、持ち分を取得するということになったものでございます。従いまして、この事業スキームを考えれば、民間事業者がその責任と裁量でもって、この IC 投資ビルの管理と運営をやっていくということが、この事業の肝でございます。安倍水政議員。2つの、名分がぶつかり合ってるから、なかなか解釈が難しいという話ではあるんだろうとは解釈、私は理解しますけれども、ところでね、この土地の代が4億6000万だけかで買いましたよね。で、これの土地代はいただくんですか。観光商工部長。事業用地につきましては、行政財産の使用許可ということで、使用料を頂戴することになります。ただ、建設工事の期間中につきましては、収入が、上がらないということで、その期間については減免にするということで、供用開始後に行政財産の使用料を徴収するということでございます。安倍水政議員。設計代を含めて10億円の補助金なのか、分担金なのか、負担金なのかね、市も所有権を持つということになると、ただの補助金ではないよね。だけども、これに対しては、家賃を取らないんでしょ、逆に家賃の補助をするんでしょ、間違いないですか。観光商工部長。建物につきましては行政財産使用料についてはこれは免除をするということでございます。で、今議員の方からご指摘のありました、
賃借料、家賃補助につきましては、入居する企業に対して、その家賃の一部を補助するという制度でございます。安倍水政議員。約10億円の建物分のね、補助をしているのに、これで家賃の収入1円ももらわないと、土地の方はね、ちゃんともらうと、まあ、多分試算した人がいて、大体770万くらいになるんじゃないかというふうに聞いてます。で、建物の方からは免除にするって意味が分かんない、ね、これ、ね、ちょっと試算してみました、床面積4705平方メートル、これ坪数に直すと1500坪ですね。1500坪を1坪1万2000円で、貸し出すということになると、月の売上が1500万円です。で、1500万円に12ヶ月をかけると1億8000万円の家賃収入がある。この1億8000万が会津に行っちゃうんですよ。会津橋で10億円も出してるのにかかわらず、民間企業がこれだけ儲かってるのに、会津橋で10億円も出資して1円の家賃収入もいられない。これ民間のまたは市民の事業をやってる方の理解いられますか。はい、観光商工部長。はい、まあ、この建物におけるですね、行政財産使用料の取り扱いにつきましては、先ほどもお話ありましたけれども、まあ、当初の考え方といたしまして、補助金で対応するという考え方がございました。まあ、そういった中で、まあ、国の交付金との兼ね合いもございまして、市が直接ですね、直営でやるか、あるいは財産を取得するかということで、交付金対象になるということで、そちらについては、まあ、事業のですね、スキームが、まあ、変更になったということでございまして、まあ、それに伴って今回、財産を取得するということでございます。で、そういうことからしますと、いわゆる、当初の考え方として補助金を交付するということがございましたので、いわゆる行政財産使用料を徴収するということになればですね、当初の考え方からちょっと、まあ、変わってしまうと、要はその行政財産使用料の分が、まあ、減額になってしまうというようなこともございますので、まあ、今回の事業推進にあたっては当初の考え方を、まあ、踏まえた上での対応ということでございます。あと先ほど建物の使用料についてまあ、ご指摘がございましたけれども、私どもの方のまあ、試算といたしましては、まあ、これ概算でございますけれども、取得費9億6900万の 70% に 7% をかけまして、全体で約4700万ほどになる、見通しということで、積算をしているところでございます。安倍水政議員。まあ、部長のね、いろいろな答弁ありましたけれども、これを聞いている市民やね、議員もそうだと思うけれども、歩がね、完全に利益団体になってるでしょう。利益団体に1億8000万ほどのね、家賃収入があるのに、そこの約半分の補助金を出した会津若松市がね、これ普通やればね、9000万弱の利益が上がるんですよ。市の収入になるんですよ。それをね、放棄してる。例えばね、同じ公共財産といえば市営住宅があるじゃないですか。市営住宅が家賃取ってるでしょ、間違いなく。ねえ、公用施設であろうと共有施設であろうと、市が作ったものの半分は市が作ってるんですからね、ここから家賃収入をもらわない。他のところと比較したらこんな不平等ないでしょ。市長、こういうやり方があなたのやり方ですか。安倍議員に申し上げますけれども、今回は財産の取得についての契約案件についてであります。ですから、契約内容についてのその経緯とか、そういうことで質問をお願いしたいと思います。
以上です。ちょっと待って。はい、石田議員。ただご自分の主張がまるっきり違うことをガンガン言われてもですね、理解困っちゃう。構わず、これだけ企業が1億8000万も儲かるなんて話はどこにも出てこないですよ、実は。それを前提にされたらば、全然話が筋に通らない。そこは整理してやってもらわないと困りますよ。市民が理解できないと思います。今の件に関しては、観光商工部長から試算の数字まで言ってますから、全く安倍議員の認識とは違うということは、先ほど観光商工部長から話があったというふうに思います。杉尾議員、何でしょうか。いいですか。はい、はい、安倍水政議員。普通に4700平米を坪数には換算すると1500坪だと、これを単純に1万2000円でかけると1500万になると、でこれを年間に合わせると1億8000万になるんだと、単純な計算ですよね。それをどういうふうにすると4000何百万になるのか分からないけども、少なくとも私有財産の部分が半分あると、公用財産だと言ってんだから、その部分については普通は家賃を取るでしょうと、なんでそれを免除してるのかよくわからないんだと、それをなんでそうなってるのか教えてくださいって言ってる。はい、杉尾議員。議長の議事進行で整理してください。単純に建て坪に1万2000かけるなんて資産は事業資産として議会に提案されてないんで、レンタブル率で82% って今回言ってますし、私、一般質問で 74% って基本計画もあったしってあるから、単純に1万2000かけるの収入にならないから、非常に心配して私、質問してるんで、その関係もあるんで、そこはそういうことで、議長の方で整理してもらえないでしょうか。はい、もう一度ですね、安倍議員 の、 計算根拠と答弁と相違があったわけですけれども、市側の、その収入ですか、いわゆる家賃収入ですね、それをもう一度言ってください。説明をしてください。急にですか。観光商工部長、はい、大変失礼いたしました。で先ほどちょっと私がご答弁申し上げました内容をちょっと訂正させていただきたいと思うんですが、先ほど、4700万というふうに申し上げましたけれども、これにつきまして建物使用料ということでいわゆる、
まあ、事業者がですね、使用しているあの市の財産の部分の使用料ということでございましたので、これについてはあの訂正をさせていただきたいと思います。家賃は家賃って入居企業の家賃、はい、じゃあ暫時休憩いたします。再開いたします。観光商工部長、貴重な時間いただきましてあの申し訳ありませんでした。あの先ほどもご答弁申し上げたところでございますが、あのこの今回のこの事業につきましては官民連携の事業ということでございまして、まあ、民間の、まあ資金ですとか、あるいはノウハウ等を有効に活用した事業でございます。その中で、まあ、市の関わりということで、当初の考え方といたしましては、あの補助金の交付ということであったわけですけれども、まあ、これについては国の交付金との兼ね合いで、財産の取得ということになったところでございます。で、あの建物使用料につきましては先ほど申し上げましたように、約4700万ということでございます。でこれについてはあのいわゆる管理運営、あの市の持ち分についのにかかる管理運営についても、この事業者に、負担するということもございますので、それについてはあの使用料については免除するという考え方でございます。あとそれから先ほどあの安倍議員の方からご指摘のありましたあの床面積に、まあ、1万2000円を乗じて、まあ、得られた金額というのが1億8000万というお話でしたけれども、まあ、これについてはあの、いわゆる床面積全体があのいわゆる何ていうんですか、貸し床面積ではありませんので、いわゆるレンタブル率、そういったもの、あるいは、その他にですね維持管理費、そういったものもあの当然、負担が出てくるものですから、それについてはあの事業者側の負担ということで、まあまあ、民間主体の事業ということでございます。安倍光政議員。だからあの4000万であろう、5000万であろうと、市の持ち分ではあのそれだけの利益が得られるはずだということなんだけど、それを免除しているというのは、他の事業者に対しても、例えば市営住宅に 入っている人でもみんな、それ、公の施設に入っているわけね、それもあの税金免除してたらしてないわけよ。それを免除している理由は何なのかということを明確に答えられないから変だろうと、なんで特別な扱いするんだと、ここだけというふうな話をしたわけ、それを答えられないなら答えられないでしょうがねえ。次に移りますけども、ただ、佐藤君にばっかしね、やっぱり厳しくするのもかわいそうだから、だけども、聞かなくちゃならないのは、去年の2月にね、これだけの話してんだよね、三段話してん、今年の2月に、そんでね、今度は歩むなんて、全く関係ないところが入ってくるんだけども、本当はね、設計と設計の実績があるところが入んないと、堀田企業には認めないということになってたわけだ、さっきは歩むは堀田企業と同じだって、佐藤部長言ったんだよね。これちょっと矛盾してないかな、どうですか。観光商工部長、事業者につきましては先ほども申しましたように、あの八橋設備、それからアクズという、まあ、これまで、まあ、いわゆるホルダー企業ということで、だった企業がですね中心となって、まあ、新会社を設立したわけでございますが、その中であの協定を締結しておりますが、その中でですねあのいわゆる施工業者、設計施工業者であります白井設計と会津土建についてはあの、まあ、引き続き設計施工会社として関わるということで、位置づけがされているということでございます。安倍光政議員。協力してくれるのは分かるけど、ホルダー企業の時にこれ入れてたのね、入れないと、つまりそのあなたたちの要項を満たさないと、設計施工に実績のあるとあの企業だということを求めてたわけ、だから入れてたと頑張ったわけ、
ところが今度はね、歩みの中からそれが取れてるんですよ。じゃあ心だけによって言わねべって、さっき言ったと佐藤君の答弁と矛盾しねえかって話。副市長。議員すみません、私の方から若干原田議員にも答弁した関係で整理をさせていただきたいと思います。今議員はホルダー企業ということを申し上げましたけれども、まあ、応募グループというくくりで言えば、これは2月にも説明しているところでございますけれども、ホルダー企業は、イコール応募グループというと便宜上呼んでいる応募に関わるグループだ。で、確かに議員おっしゃるように、その中には最初の2社があって、後で設計施工会社が加わって応募グループを形成している、これは間違いございません。ただし、事業実施会社については基本協定あるいは事業契約を踏まえて特別目的会社を作ってございますので、そこが実質的な管理運営会社ということで、八つ橋アクーズ、それからあと2つを含めて SPC を構成している。でさらに会津土建と戸田建設について、その他の施工会社については SPC からの事業を受けて実際の建設、設計、建設に関わってくるというような流れになるかと思います。この辺は整理いたしますと、今回の財産の取得については歩むと契約するという流れになろうかと思います。以上でございます。はい、議事進行何でしょうか。全く説明がね、2点3点してんだよな。で、一番最初に何言ったかっていうと、協定者、要項には設計施工の実績のある会社っていうことで白井設計を入れたんだ。で、会津土建も入れたんだ。で、それはね、今度は協力してくれる会社だみたいな言い方してるし、で応募グループって今度は歩では応募グループって言ってるね。これは運営会社だ。じゃあそれとホルダー企業って何なんだって最初の性格から聞いたの。それに合致した形でやってるのかって話なの。自分の作った協定書とかね、要項なんだから、これに沿った形でやるってのは当たり前でしょと。どん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 その会社ってどうするんだと、これちゃんと説明してくれよ、分かりやすく。副市長。それでは、基本協定書からご説明を申し上げたいと思います。議員、お手元にないかもしれませんけれども、少し読み上げながら、ICT オフィス環境整備事業にあたりましては、最初に基本協定を結んでございます。これは議会の方にもご説明を申し上げているところでございます。その目的といたしまして、第1条のを読み上げさせていただきますと、本協定は本事業に関し、本県民間事業者並びに株式会社白井設計及び会津土建株式会社を施工業者とする応募グループが本事業を実施するものとして選定されたことを確認した上で、本県民間事業者が本事業を遂行する目的で設立する会社、これ事業予定者と市の間の本事業に係る事業契約の締結に向けて、市及び本県民間事業者の双方の義務を定めるとともに、云々と。で、本県民間事業者、これがホルダーと、いうことになるわけでございまして、今、前段申し上げました、応募グループ、これは白井設計、会津土建、当然その八つ橋アクーズは、全文に入っておりますので、これを含めて、ホルダーを構成し、さらに事業予定者を設立しますよというふうに謳わせていただいております。で、この事業予定者が先ほど、説明をさせていただいております、歩むということになるわけでございます。以上でございます。安倍光政議員。次に行きますけれども、歩むにはね、全然さ、この白井設計とか会津土建とかね、その4社でやるという中には入ってきてねえんだよな。で、それとね、最初の説明と違ってきてるなというふうに思います。ただ、
それよりも面白いのは、この建物に対する支払いなんだよね。支払いが実は完成は、平成31年2月28日31年ですよ。ところが支払いは30年3月になってるんですよ。工事やってる最中に支払っちゃうと、建物を支払っちゃうと、ね、土木部長、建設部長、こんなこと公共事業ではありえないでしょ、ね、ありえないことをなんでさ、1年も前にちゃんと全部お金払っちゃうなんて話になるの、これちょっとおかしくない、今までの慣例から言うと。どうですか、副市長。数字のことは申し上げませんが、事業支払いは2年度に、完工率をもって、支払うということになりますので、29年度の末ですから、30年度に今、議員が言われたのが半分、約半分、それから、完成した見切りに残りを払うというような形になろうかと思います。全額を30年3月に支払うものではございませんので、ご確認の方をお願いいたします。安倍水政議員。そのやり方をするとですね、国の予算が平成28年の補正でつきまして、でその後2年間で支払わなきゃならないと、つまり30年3月が支払いのレミットになっているはずなんですけど、違いますか。はい、副市長。すみません、安倍議員の先ほど私の答弁の誤っておりましたので、訂正をさせていただきます。拠点整備交付金との関係で、30年3月に10億を払う、支払いするというのは間違いございません。ただ、それは保証金でもらうというのが、これは我々とSPC の関係の契約になります。ただ、全体の終わりについては、お金については、最後に、あとは残り分については、民間事業者の持ち分、費用でもって建設をしていくわけですから、その辺は30年3月部分と、最後に発生する部分については、われわれが関わるものと民間が用意して支払うものというふうに分けていくということになります。安倍水政議員。そうするとあれだね、斉藤君の説明を聞くと、市の10億分の建物が20何億のうちの先にできちゃって、その分は30年にお払いしますと、あとの残った部分が民間で作る部分だと、こういう面白い解釈になり立つわけですね。間違いですか。副市長。それは少し違うと思うんですけれども、いえいえ、全体工事の中でどのぐらいの完工率があるかということで整理をするということでございます。で、10億の部分については、建物を買うことを前提として、用意して支払いますけど、また保証金としてもらって、保管しておく、で最後に払うというのが、この事業の国と市の金の動きになります。ですからその、どの時点で支払えるかというのは、我々としてはその、事業の進捗率、それに基づいて、若干費用が変わってくる部分もあるということでございます。安倍水政議員。結局はね、国の予算が28年から2年度っていうふうに決まってるから、この中で支払わなくちゃなんないから、30年の3月まで全部やりましょうというね、んで、市の持ち分とかね、民間の持ち分とかっていう話になってる。これね、高橋君が企画の方から引っ張ってきた事業です。斉藤君が言ったからいいでしょう。で、最後にね、最後に、なんだっけ、議案なんだっけ、議案第37号、平成29年度、相玉市一般会計補正予算第1号、第6課農林水産費、第1項農業費、
第三農業振興費、農産村地域経済活性化事業費について聞きます。この目的、補助の使用目的、この事業に対する見方、この後の支援はどうありますか。農政部長。事業の目的につきましては、原小学校プロジェクト実行委員会が昨年度改修した旧原小学校の利活用の開始にかかるスタートアップを支援するということで、中山間地域における地域コミュニティの醸成並びに地域内外との交流を創出する取り組みの促進を図るものであります。はい、安倍水政議員。先ほどの答弁でね、これからもできる限りの援助はするというふうに福島部長答えてるんだけども、係員の人は今後はここで打ち切ってソフト部門とか運営費は補助しないというふうに答えてくれたんだけど、これどっちが正しいの。農政部長。私も先ほどから答弁しておりますように、通常の運営費に対する金銭的な支援というのはないというふうにお答えしております。安倍水政議員。議長ね、ごめんなさい。召喚部長が先ほどね、ずっと答弁してるんだけども、ビルに ICT のビルに対する、ね、家賃補助なんていうのは運営補助の最適最たるものだと私は思います。でこちらでは運営費に補助を出しているんですね。で片っぽでは今の港の事業に対しては補助金はハード部門だと、ソフト部門運営費には出さないという答弁になっているんですけど、これ一貫性がない指定だと思うんですけれども、当局の統一した見解を求めます。はい、市長。運営費というお言葉でありますけれども、ホルダーの運営費の話とは違うと思うんですが、ホルダーに運営費出すというふうに、言ってないですよね、と思いますので、例えばこの港の事業に対しても要するに運営費を補助すべしというお考えでお正しかと思いますけれども、立ち上げで、残念ながら県の補助はもらえなかったわけでありますが、市としては前向きに進めていただきたいということで、応援をさせていただくということを申し上げております。その点はご理解いただきたいと思います。安倍水政議員。それでは、地域活性化センターとは何者ですか。農政部長。地域活性化センターは、全国の都道府県および市町村が負担金を拠出して、全国の地域のモデルとなるような取り組みを支援する団体でございます。安倍水政議員。そうするとどういう団体なんですか。これは国の組織なんですか、県の組織なんですか、何の組織ですか。農政部長。一般財団法人でございます。安倍水政議員。一般財団法人から拠出金が出るということは、これはね、一つのね、民間団体で直接的な補助でいいんじゃないですか。なんで市を経由してなるんだかよく分からない。すると市はね、このお金をもらって港に交付する、補助するという形になっていると思うんだけども、迂回しなくたっていいでしょう。そこから直接港にこれやってくださいという形でもいいんじゃないですか。予算編成上、これは全然あんた財政部長やってたんだから分かると思うんだけども、こういう予算編成上の問題点は全然ないの。農政部長。この事業につきましては、この地域活性化センター の助成事業につきましては、市町村または地域団体が自主的、主体的に地域の課題解決に向けた事業を支援するという目的で助成を行うものであります。で、この助成の仕組み上、
その地域の自治体の予算に計上して支出するというルールになってございますので、このような予算の提案をさせていただいたところでございます。安倍水政議員、この事業は、ね、人口減少過疎化が進む港の中でようやく立ち上げた事業なんですね。で、原の人たちはこのいろんな願いを込めて、ね、やっぱ800万自分たちで出したんですよ。で、この事業は、ね、他の港町の町民も非常に注目しています。これ失敗すれば地域にとっても大きなダメージにもなるし、今後の活動に言えば大きく響く、そういう視点で、ね、この事業を見ているのかどうなのかなんですよね。ただ単なる、ね、その売買とか、ね、民間交流の団体の事業だというふうに見ているのか、ね、どんなふうな見方を部長はしていますか。絡めて言ったらいいね。農政部長。今回のこの旧原小学校を活用したこの地元の取り組みというのは、まさしく農村、農業農村の活性化に向けたモデルになって、波及していくような取り組みだというふうに理解をしております。で、今回この活性化補助金を活用して、安倍議員の、お正しですと、その、地域活性化センターからもらった金をそのまま流してるだけだろうというようなお正しかもしれませんが、市の財源を上積みすればいいというような問題ではないと思います。この実行委員会の皆さんがその自分たちの力でそのできる範囲でやろうという前向きな姿勢を私どもは大変支援したいというその気持ちを大切にしたいということで、なんとかできないかなということで、今回この活性化センターのメニューに応募したということでございます。で、その助成金の仕組み上、その一旦市の歳入になるわけですけれども、これはもう活性化センター、地域活性化センターがこの原地区の取り組みに賛同したということで決定したものだというふうに思ってますので、市はそれをそっくりそのまま何の色もつけずに実行委員会に取り組みにお渡しをするというような性格の今回の予算かなというふうに思っております。安倍水政議員。そういうふうに思ってるならもね、補助金は今回で終わりだみたいな言い方をしたりね、運営費には出さないんだとか言ってみたりする言い方っていうのはどうなんだろうか。一方でね、原地区には約100戸以上の戸数があるんですよ。その人たちが、ね、本当にまとまって800万の拠出金を出してね、確かに県からも市からも補助金もらいましたが、貧しい農家の中でここでは出したんですよ。だからこれはやっぱりね、俺は貴重な運動だと思います。で、一方でね、新緑に5億1000万ですよ。30件か40件かしかないところにね、5億1000万。若松市は補助要項を金繰りしてて 1億6000万も出した、ね、こういうところを比較しても、さっき の ICT ビルの関係から見てもね、こういうところをもっとやっぱ大切にしないといけないんじゃないか。俺何年か前に市長に聞いたよね、小一宮っていう言葉知ってるよねって、小一宮知ってるっていろいろ解釈してくれた。で、解釈はできてもその心はあるのかって話ですよ。山の中の一番アイドバカムシの外れだわ、確かに。だけどもせっかく100戸の農家がまとまってこういうものを作ってね、なんとか無駄をしてやろうと、農業活性化しようというところに130万であとひょっとしたら終わりかもしれませんっていうね、このね、釣れない姿勢が小一郎だと思わない。言葉は知ってても心はあるのかって話なんですよ。私はそこのところはね、非常にその見方、考え方っていうのは、この ITC ビルではいろんなその手を使いながら、なんとかしてこれを育てようっていう市長の姿は見えるよ。それは新メドレーでもね、なんとかしてその期待に応えようとしてやりました。同じでしょう、あんな山の中かもしれないけど、ここにちゃんと隅々まで光を当てていくっていう、それが為政者の姿勢じゃないかなと思うんだけども、そういう点から見て今までの農政部の説明、また補助の在り方というのは
こういう形でいいのかと、市長はどんなふうに思ってかお聞きしたいです。はい、市長。お答えをいたします。港地区においてはホルムイチゴの里をはじめ敷地、さまざまな自主的な取り組みをされてきたわけであります。で、今回、当初私の記憶だと3年前にもうすでに動かしたい、原小学校を利用してやりたいという声を私どもの方が受けて、当時の農政部が一緒になって取り組んできた結果が今だというふうに思っています。だ、決して寄り添っていなかったわけではなくて、今回改めてその先ほどの一般財団法人地域活性化センターにおいてですね、新たな支援のメニュー、特に立ち上げについてのメニューがあるということで相談したところ申請をし採択をされたという流れでありますから、地元の方に応援をしていないというふうに言われることは担当としてはですね、非常に残念だなというふうに思います。安倍議員のお言葉ではそうなのかもしれませんが、そういう意味ではこれからも寄り添って、市としては取り組みをさせていただきたいというふうに思っておりますので、決して安倍議員が言ったから終わりではありません。我々としては港地区の本当に素晴らしい取り組みを自主的にやっていただいていることを評価させていただいておりますし、今後もさまざまな対応を考えながら、とりあえず人的な応援というふうに申し上げたところは残念な受け止め方をされたかもしれませんが、我々としてはしっかりやっていきたいというふうに思っております。安倍水政議員。昨日もね、農業センサスでね、本当に農業の数字があらゆるものが落ちてます。これ生の数字ですけど、これに物価指数をかけると全部半分以下になっちゃうんですよ。農業収益が、米も野菜も畜産も果樹も柿もみんなね半分以下になっちゃってる。そういうみんなこれ国のね指導のもとにやってきたんです。だから初めてね、そういう意味では初めて地元が主体的にやろうとしてる。これをねやっぱり精神的にも財政的にもやっぱり温かく見守っていくっていうのが姿勢だと私は思います。それを望んで終わります。ここで暫時休憩をいたします。再開を14時35分といたします。この際、安倍水政議員から去る15日の総括質疑における発言の一部について取り消したいとの申し出がありましたので、これを許可することにいたします。ご了承願います。安倍水政議員。6月15日の総括質疑の発言中、ICT に関する質疑の中で、からまでを、また高橋君が企画の方からの発言がありましたが、からまでを、さらに地域活性化センターの発言の中での部分を発言を取り消したいと思います。以上です。ただいま申し出のとおり発言の取り消しをすることにご異議ありませんか。満場ご異議ないものと認めます。よって採用決せられました。